はいどうも、タクタクです。光る探偵事務所、やっていきましょう。チャプター6かな？異変。これ誰？これ初出ですね。なんか前回は、あの写真に写ってた子じゃない、みたいな感じになり、死神事件の被害者。じゃあ光る、その子は？そういうことですよ。幽霊なのかな。姫ちゃん可愛いよね。姫ちゃん、そっか。はじめまして、私の名前はミア、よろしくね。怖がらなくて大丈夫よ。あなたの名前は？とりあえずもう幽霊が出ても大丈夫な設定なんですね、このゲームはね。姫ちゃん可愛い名前だね。俺は、ハヤト。よろしくな、姫ちゃん。これ、ハヤトでいいんだっけ？ちょっと久しぶりだから。うん、ハヤトお兄ちゃん。姫ちゃん、私は？ミヤちゃん。ミヤ、お姉ちゃん。ミヤちゃん。お姉ちゃんって呼んでもらいたいんだ。諦めろ。ミヤちゃん。トゲのある言い方やな。うるさいわよ、このごぼうめ。ごぼう、どういうこと。ごぼうって、ごぼうってうまいよな。俺もごぼう好きですね。ごぼう硬いから嫌いだよ、まあ、子供にごぼうの良さは分かるまい。お前らな。まあその話は置いといて、ねえミヤちゃん、お姉さんのお願い一つだけ聞いてくれないかな。いいよミヤちゃん。まだ諦めてなかったの。お願いってなんだ。調理室の廊下に隠されてた部屋があったでしょ。あそこを姫ちゃんに調べてもらおうと思って。なるほどな、行ってみるか。どこだったっけ、隠された部屋を調べる。めちゃくちゃ久しぶりなんだけど俺これ。ちょっとごめんなさいね、収録が久しぶりだった分どこに行っていいかちょっと分かっていない。調理室でしょ。あー全員これ揃ったな。あー揃った。この子は高梨さんは、あんずちゃん。調理室どこだっけ。これだよね。ここがちょうどラウンジ。あ、こっちか。こっちっぽいな。こっちが合ってる。どこ行くのよ、光る。あれどこ、待て、すまん。これどこ。やばい。ちょ、ガチ迷いしんなって今。フロントがある、食堂がある。ああ、こっちだ。調理室ね。こっち行って。それ、喉の調子が良くない。風邪、ひいたばっかり、病み上がりなんです。言い訳が多いな。あ、調理室こうやってやるのか。ん？これ入れなくない？ここじゃないの？ここじゃないの？ん？調理室ある。ここでしょ？あれ？どこ？マジでどこ？あ、ここか！ここだな。姫、この中に入れるか。頑張る。私頑張るよ。気をつけてね。おいけ。うん。いけ。さすが幽霊。壁抜けできる設定だもんね、幽霊はね。姫、大丈夫かな？うん、大丈夫。大丈夫かね。姫ちゃん操作する感じ。よいしょっと。暗っ。待って。あ、来た。何ここ。よし、頑張るぞ。これ抜けられるのかな？探索する。抜けられないんだ。そこは抜けられないよね。なんでもスースースーと抜けられる。なんかウサギの人形みたいなのが。ウサギちゃんだ！かわいいな。以上です。あ、ここかな？もしかして。あ、違う。なんもないよ。あ、この奥か。ダメだ。
この中に何かありそうだけど触れない。お兄ちゃんに相談しなきゃ。じゃ、一回相談しましょうか。この辺だよね。お兄ちゃん、どうした？部屋の中に何かあるんだけど、触れないの。わかった。少し考えるから待ってくれ。まだ何かあるかもしれないから、じっくり調べてみてくれ。はーい。ここに何かあるかな。石があるとこ危ないから気をつけないとな。言ってるそうだから。足がもつれちゃった。起きないと。うさぎの中に うさぎになってる。どうしよう。憑依しちゃったってこと？誤って。あ、でもこれならあそこの中調べられるかも。うさぎに憑依したんだ。何か入ってる。手がかり発見。危険者リスト。漢字が多くて読めないや。お兄ちゃんに渡そう。お兄ちゃん。お兄ちゃんよくわからないの見つけたよ。お兄ちゃん？あ？いなくなってる。何があった？言ってて。あの野郎。あ、なんか襲われたってことか。またここ！何がどうなってんだよ。ヒカル。あんちゃん。アンズは、アンズだ。ってこと？でも、あれは、なんかアンズがおかしくなったってこと？殺気を感じた。あんなアンちゃん、見たことないよ。アンズに襲われたってことね、多分ね。いなかったもんね。何かすごい音聞こえたけど。まさか。二人とも、調理室に入って。は？なんでだよ。いいから早く。入りました。おい、なんで鍵まで閉めるんだよ。少し黙って。これ、どういう状況なの？ミア、ちゃんと説明。うお。どうした？壊そうとしてる。うお。なんかまとってるよ、後ろに。あ、アンズなのか。やばい。そうだよ、ヒカルくん。闇落ちしてるよ。 闇落ちというかわかんないけど。 ヒカル？何を怖がってるの、二人とも。落としましたね。そういうことだ。クソ。とにかく上に戻るぞ。この子。またかよ。鍵は？ない！なんで？最悪だ。どっかで落としたみたいだ。あ、そうだ、ヒカル。これで開かないかな？お、なんか持ってる？ IC カード？開くわけないだろ。やっぱダメか。でもなんか IC カード使うとこなかった。いや、待てよ。もしかして地下にあった場所の部屋の鍵か？行ってみよう、隼人。よし、出発だ。部屋に向かう。え、ちょっと待って、アンズってさ、どんな設定だったっけ？あ、一回セーブしよう。セーブして、姫。あ、違う。高梨アンズ。ポッキーのヒューマレ。ヒカルと同じ大学に通う大学生、ヒカリル。つながりで、瀬名隼人とも仲がいい。ていうだけか。もう同い年ですね。みんな同い年。基本みんな同い年。じゃあ、これで鍵が使える証拠だっけ？ここじゃないぞ。ここにいた幽霊とかいいのかな？もう。あ、これか？あれ？もうちょい下か。あ、これ、これじゃない？ここだっけ？ここだな。
IC カード使いますか？いや、使おう。よし、これの中に入れる。姫ちゃんはどうしよう。うわ、暗いね。はやと、なんか明かりになるもの持ってないか。お、懐中電灯。ふっふっふ。どうだ、光る。はいはい、すごいすごい。何持ってたの？何を持ってたの？あれ、今思ったけど、ライトの調節機能のボタンが思いっきり壊れてる。外装もへこんでんじゃんか。落ちた衝撃かな？とにかく先へ進んでみよう。あ、ハッチみたいのがあるな。ん？降りればいいのかな？なんか、金属製のはしごか。おっと、ミヤちゃん。出よう、早く。おい、いつの間に連絡先登録したんだよ。いいじゃない、そのくらい。それで光、今どこにいるの？なんとか逃げたみたいですね。姫と一緒に出てきた地下にさらに下に通じる部屋があって、今そこを調べてたとこだ。そう。待って、なんか嫌な予感がするんだけど、これ、本当にミヤか？とにかく合流しよう。姫のことも心配だし。いや、このままで行きましょう。姫ちゃんは私が探しておくから。じゃあね。おい、いくらなんでも一人は危ねえよ。あ、そういうことはいいのか。本人か。あの野郎。まあ、ミヤちゃんなら大丈夫でしょ。行くか。この部屋？ん？暗。おいおい、嘘だろ。すんげえ電車だ。どういうこと？早く見せてよ。電車？感心してる場合か。なんで宿泊施設の下に電車なんかあるんだよ。確かに。電車が好きなんじゃないか？違うに決まってる。ミヤの話からすればここは。とにかく探索しようぜ。ああ、何？ミヤの話からすると、電車を調べる。何？何？なんか、あれなのかな？秘密の施設なのかな？なんか政府絡みとかそういうこと。え、ここ、え、電車？どういうこと？ここ調べ、え、ないないない。え？あ、なんか今、ちょっと飛ばしちゃった。よし、入ろうぜ。まだ乗るのは待て。何が起こるかわかんねえし。気にしない、気にしない。え？これ電車の全容がよくわかってなかったんだけど、俺。ここはどこや？あ、もう電車の中入ったの。なあ、光る。ん？椅子とかないぜ。電車なのにね。客席がないと。貨物列車なのかもな。椅子がないとか、俺も疲れたのに、休んでる場合か。お、あ、なに？発車するの？あ、発車しちゃった！おいおい。なんで動き始めた？出発進行。いやいやいや、残された人たち。ふざけてる場合か。なんで勝手に動いたんだ。運転席を調べる。オッケー。で、そろそろセーブした方が良さそうだな。これで、こうか。これ何？あ、まだ先がある。もっと先がある。あ、ここっぽい。あ、入れねえ。ん？ここ運転席じゃないの？ここは、あ、これは。電車らしくないな。運転席はないが発進するための装置はあるな。操縦してみたかったのにな。電車2号みたいなやつ。なんで勝手に動いたんだ。とにかく無事に着くといいんだが。まあ、あれですよね。運転席がないパターンのものもありそうですけどね。なんか自動で。ここまで行ったらブレーキを踏んで、みたいな。自動操縦みたいな。できなくはなさそうだよね。とにかく着くのを待つか。こっちって言った？あ、ここが端っこだったのか。着くのを待つ。まあ、話せばいいのかな、ハヤトと。そういえば、ありがとうな、ハヤト。何が？アンズがお前も一緒に俺のために来たって言ってたから。
ああ、そのことだけどさ、俺何も知らないんだよ。おっと。は、何言ってんだ。ヒカルが事件に巻き込まれてるって聞いたのも、ミヤちゃんから聞いて初めて知ったんだぜ。アンズは何者だったの。ハヤト、本当にここに来た記憶がないのか。ずっと考えてるけど、全く記憶にないんだよね。それによくよく考えると、最近のこと全く思い出せないし。おっと。そっか。どうしたんだ、そんな暗い顔して。そうなると、アンズは嘘をついたことになる。そういうことですね。アンちゃんは嘘つかないぜ。ヒカルが一番わかってるだろう。俺だってわかってる。しかし、明らかにおかしいんだ。あれアンズの来たよ、急に推理タイム。証言は正しかったのか。推理に必要な情報は全て出揃った。嘘出揃った。今回の推理はいつもとは違い、アンズの証言が正しいかを判断してもらう。ヒカルとミヤがアンズに初めて会った時に戻り、その時のアンズの一言が嘘か本当かを選択してほしい。もう一回戻りましょうか。じゃあそれで、なんでアンズがいるん、アンズはいるんだ。私はヒカルくんが捕まったって聞いて、私絶対ヒカルくんじゃないってわかるから、うん、ここまではいいんじゃない。だから私、はい、質問。ヒカルくんを助けようと思って、うん、アンズは玄関の鍵が開いていたと言った。廊下の窓ガラスが割れていた。アンズは懐中電灯を持っていなかった。ハヤトの懐中電灯が一部壊れていた。ヒカルとミヤが来た時、電気がついていなかった。ハヤトとアンズは別行動をとっていた。そうですね。これわかりますよ。あ、なに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 、なにこれ、何を選択するのこれは。嘘。え、なになにが、なにが。これが本当か嘘かってこと。嘘つかないって言ってたよ、だって。え、どういうこと？まあ、でも嘘はついてないような感じがしたけど。トゥルー。本当、じゃあ行きましょう。ライヤー。いや、どっちかな。本当で。アンズ。あ、そうだ。ん？ここに来たのは私だけじゃないの。え？質問。ハヤト君も一緒に来てくれたの。これは嘘なんじゃないの？一緒に来てくれたのっていうのも、どういうことだろうな。これも本当なんじゃないの？単にその、相手が知らないだけで、何らかの形で、連れてこられたか、結果として一緒に来たか、みたいな。いや、わかんない。もう全然推理できないわ。もうヘッポコすぎるわ、ほんと俺。ハヤトが。でも別行動だったから、とりあえずハヤトくんを探さないとね。わかった。私は2階を見てくるね。ところでアンズさん、この場所にどうやって入ったのかしら。玄関の鍵は私が持っている。これだけのはずだけど。あ、なるほど。これ、順を追ってあれか、嘘か、本当かって言うんだ。え、ここの玄関、開いてましたけど？これも本当なんじゃない？もしかして。この、嘘。これ、嘘があんの？やっぱり。やっぱ嘘はあるの？これ、本当にしましょうか、じゃあ。妙ですね。戸締まりはきちんと警察が管理しているはずなんですが。だって、嘘つかないって言ったよ、アンズちゃんは。私、夜目が効くんです。うん。夜目が効くかっていうこと？これ本当に夜目が効くんじゃないですか？このデレデレンってなんか間違いない気がするんですけど。そうですか。もう一度やり直しますか。いや、これやり直したとこれでも、なんか、間違っててもいいんでしょ？だって。いや、もういいですよ、全部。これが僕の答えです。いいえ。これゲームオーバーになったらウケるな、これで。大丈夫だって言ったや、みたいな。アンズはこう言っていた。しかし、それらは全て嘘をついている。あ、嘘、全部嘘だったの。
まず第一に、アンズは玄関が開いていて、ハヤトと一緒に入ったと言った。第二に、廊下の窓ガラスが割れていた。まあ、怪しさしかないんだよな、アンズはでも。第三に、アンズは懐中電灯を持っていなかった。第四に、ハヤトの懐中電灯が一部壊れていた。第五に、俺とミアが来た時、電気はついていなかった。うん。そして第六に、アンズとハヤトは別行動していた。だから？アンズの証言によると、ハヤトとアンズは真っ暗の館内を二手に分かれて、操作していたことになる。うん。しかし、おかしいと思わないか。懐中電灯を持っているのはハヤトだけなのに、なぜ別行動を取るんだ。アンズは緩めが効くと言っていたが、だとしても、あの真っ暗な館内を、ハヤトが別行動を取ることを許すだろうか。確かに、もし、別れるとしても、俺だったら、アンちゃんに懐中電灯を渡すな。ああ、そして次に、廊下の窓ガラスが割れていたこと。ミアが言っていたが、これを割ったのは、ミアが持っている懐中電灯みたいな鈍器で外から割ったものだと言っていた。うん。その鈍器とは、ハヤトが持っている懐中電灯も当てはまる。仮に懐中電灯で窓ガラスを割ったとすれば、必ず傷が残るだろう。そして、ハヤトの懐中電灯には、その傷跡がしっかりと残っている。となれば答えは一つだ。ハヤトは窓ガラスを懐中電灯で割って、この館内に入った。うん、で、館内、あれかい？ハヤトが、中から、玄関の鍵を開けたってこと？なぜ窓ガラスを割って入ったか。それは玄関が開いていなかったからだ。にもかかわらず、アンズは玄関が開いていたと言った。これは本当なんだじゃん。結論。アンズはハヤトと一緒にここへ来ていない。そしてここにいる理由が他にある。本当の理由って何か分かってんの？さあな。とにかく、つくのを待とう。正解は全部嘘だ。残念。俺全部本当にしちゃった。アンズはじゃあ何者かにこう、乗っ取られてる的な、ことなのかな？違うのかな？お兄ちゃんたちどこへ行ったんだろう？私だけ置いていくなんてひどいよ。いや、わざと置いていったわけではないよ。どうしよう、お兄ちゃんたちのとこに行きたいけど、ぬいぐるみの中に入っちゃったせいで、外に出られない。あそこのパイプの中に入ったら、外に出られるかな？行くんか？行く気やね、これはね。行きましょうか、じゃあ。他に何もないよね。じゃあ行きます。よいしょっと。暗いお兄ちゃん怖いよ。うん。姫はもう子供じゃないもん。頑張らなきゃ。頑張れ、姫ちゃん。先へ進む。あ、ここにいるのか。ちょ、暗すぎておかなかった。こっちは？あ、いけない。こっち。なに？あ、これあれか。幽霊出るやつ。逃げなきゃ。あ、危ない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 。これはコマンド打たなきゃいけなくなるやつじゃない？これ。大丈夫かな？行くぞ！あ！あ、やばい！あ、やばい！逃げて！逃げて逃げて！はい！はい！いけるか？はい！え、どうすんのこれ。あ、やばい！死んじゃう！あ、やばい！死んじゃう！どなた？今トロッコ乗ったよ。ああ、急に。セーブしましょう。めっちゃダメージ入ったけど。あ、でもトロッコと電車ということは、もしかしたら、合流できる。そういえば、ヒカル、ミヤちゃんのお父さんが、ユースケ探偵事務所の人だって知ってた？知ってた、知ってた。ユースケ探偵事務所。あ、違ったっけ？ミヤちゃん、あ、違うか。みーちゃん辛いよね。きっとお父さんが死神事件亡くなったから探偵になったんだろうな。そういえば、みやが今回の事件は死神事件が絡んでるとか言っていたな。俺を犯人に仕立てた奴がそいつなら許せねえ。ん？あ、止まった？止まった？遊園地に着いたりして。どういう発想それ。なわけないだろう。みやの話からすれば、もしかすると、ここは犯人のアジトかもしれない。行くぞ、ハヤト。よっしゃ。そんな余裕あるかな。
はい、電車から降りる。ん、ここからか。どんな場所に出る？本当に遊園地だったら受けんな。着いたな。ワクワクしてきたな、ヒカル。そんなこと思うの、ハヤトだけだぞ。行くぞ。前向きだよね、ハヤト。よっしゃ。こういう男の子、あんま会ったことないですね、これは。あ、これってみんな共通して、同じライフなわけ。回復しといた方がいいのかな？医療薬。これ飲んでもあんま。あ、ちょっと回復した。いや、あんまり、ないね、医療薬ってね。なんか落ちたりしないのかな？あ、ないか。もうちょっと慎重に進むべきだったかもしれんな、今のとこもな。こっちは、開く。うわ。なんか似たような、ハッチがあったとこと。ん？エレベーターがある。本当にこっちにいるのかな？あ、でもまあ、しかもいいか。どうせ動かないで、動かないパターンでしょ。わかるよ。電源を供給しなきゃみたいな。あれ、押しても何も起きないぞ。ほらー。ホラゲーあるあるでしょ。停電の影響か。これじゃあどこも行けないじゃんかよ。いや、電気はついてるから動くはずなんだけどな。隣の部屋って管理室か。あ、なるほど。管理室か。それじゃあ行ってみようぜ。エレベーター管理装置みたいな。ああ、さあ行きましょう。なになになに？また場面が切り替わる。管理室だな。やったな。段ボールみたいなのがある。違うか。隼人、何かマニュアルみたいなものがないか探してくれないか。了解。見つからなかったのかな。その間、光は何をやってんの？お、光。なんだ？これのことか？ああ、バッチリだ。でも、こんなの見てもさっぱりだぜ。いや、これだけ情報があれば上出来だ。あ、これパソコンなのか。パソコンとかなのかな？違うのかな？なんかギギギギ言うて、ギギギギ言ってる。あー、いたっぽいよ。うん。よし、システムが作動した。すっげえな。よし、行くか。エレベーターに乗る。え、ちょ、エレベーターに乗る前に、じゃあ、やっぱ、調べておくべきだったか。いっぱいセーブできるからね。うわっ！銃声？何？何の音だ？光る、電車の方から、電車爆破した。急いで電車を見に行こう。わーい。電車から爆発音がした。電車動かなくなってるとか？壁が壊れてる。光る、壁の中に誰かいる。何？ギギギギ、ジジ。何者？あー、誰？やべえ人いるやん。ギギギギ、ジジジ、ギギギ、ギジジジ。あ、今ボイス入ってたな、これ。逃げないと。ああ。また？ちょっと俺、コントローラーでやってんだよね、これね。ちょっと待ってね。これどうやってやんだっけ？あ、おい！めっちゃ食らうやん。あ、待って、あ、待って、あ、死んだ。この逃げるときだけは、どうしてもですね、キーボードでやらなきゃいけないわけですよ。キーボード操作に切り替わると辛いな、これ。もう一回チャンスくれ。これで。C ね。はい！え、今 C 押したかな？はい！ってことすんの？また？いや、もう無理やん。いくぞ！何発か食らったよ。はあ、はあ。これライフ回復したいんだけど。
ヒカル、走るの遅い。何発か食らったもんね。ハヤトが早すぎるんだよ。一体奴は何なんだ。お、着いたみたいだな。え、なになに、また赤いよ。なんだ、なに、途中で止まったってこと。なんかやばくない。管理室がやられてたのかもしれない。クソ、閉じ込められた。ハヤト、扉開けるの手伝ってくれ。オッケー。あ、長押し、はい。いや、この C ボタンがね、割り当てられてないんだよ、俺のコントローラーパッドが。すげえ苦戦するわ。ふう、なんとか出れたな。ここに来れたのはいいが、どうもおかしいな。大丈夫大丈夫、なんとかなるさ。そうだな、前向きやん。行こう、ハヤト。よっしゃ。探索する。また狙われそうだけどな。一回セーブしたい。おわ、もう全部使い切ったやん、セーブ。まあいいか、一番最初にちょっと上書きしよう。はい、といったところで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。この続きはまた次回、よろしくね。ではまた。